衆議院候補篠田紗恵子でございます。ただいま立候補の届け出を済ませてまいりました。ご近所の皆様には本日より向こう7日間昼夜にわたり大変にお世話になりますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。私は長男の出産を機に専業主婦となりました。こんな私が市議会議員になって何ができるのだろうと考えましたが、子育て中の声を直に聞くことができ共感することができます。その生の声を届けることができると考え、今回挑戦させていただくことにしました。子育て世代の悩みや思いを共有し、住みよい街づくりに取り組んでまいりたいと思います。そのために次の3点に取り組んでまいります。1点目は小学校中学校の体育館へのエアコンの設置です。公明党市議団は昨年の7月、市内の幼稚園小学校中学校の通教室へのエアコンの設置を求める緊急要望書を小川市長に提出いたしました。その結果、幼稚園小学校中学校合わせて478教室に今年の6月までにエアコンの設置を進めることになっております。今後は災害時の避難所となります小学校中学校の体育館へのエアコンの設置を推進してまいります。また現在体育館のトイレがほとんど和式ですが、避難所となった際、高齢の方や小さなお子様、そして介助の必要な方には和式トイレでは使用しにくいと思われますので、体育館のトイレの洋式化も合わせて推進してまいりたいと思います。2点目は幼児教育の完全無償化です。今年の10月から全ての3歳から5歳児と住民税非課税世帯の0歳から2歳児の幼稚園保育所の保育料が原則無料になります。公明党の訴えにより無認可保育施設や幼稚園の預かり保育も無償化の対象となります。今後は0歳から2歳児も含めた幼児教育の完全無償化を推進してまいります。そして3点目は映画ある町の高い煙突やパンダでの日立の活性化です。映画は今年6月にロードショー公開されます。さらに映画化を契機に市内の中学校2年生全員に原作文庫本を贈呈し、感想文感想画キャッチコピーを募集いたしました。総計1068点の応募作品が集まり、日立の歴史を子どもたちに継承することができました。今後は産業遺産や地域の観光資源を生かした日本遺産登録を目指してまいります。そして先日発表されましたかみね動物園へのパンダの誘致です。これも素晴らしい案だと思います。誘致も一朝一夕にはうまくはいかないと思いますが、一生懸命取り組むのは当たり前ですが、かみね周辺の観光地域の整備や山川道路のかみねまでの延長など交通網の整備も合わせて推進してまいりたいと思います。以上の3点に取り組んでまいりたいと思います。4月から皆様にご挨拶をさせていただく中、皆様からたくさんの要望をいただきました。路線バスと BRT の乗り継ぎの問題点、待機児童の問題、日立に働く場所が欲しい等たくさんの課題をいただきましたが、それも全て実現していけるよう全力で取り組んでまいります。生まれ育った日立で子育て真っただ中だからこそ分かる思いや悩みに寄り添い、女性の視点を大切にし、住みたい町、住んでてよかった町と言っていただける日立を目指して全力で働いてまいります。どうか皆様の力強いご支援
支援ご指示を篠田彩子